皆さんこんにちは。今日は2024年5月8日放送のこの素晴らしい世界に祝福を。3第5はこの箱入り王女に悪友をのネットの皆さんの反応をまとめました。この動画が良いと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速どんな意見があったのか見ていきましょう。ブスッとエリス様可愛すぎる。でも沈黙シーンは映像が止まったのかと思った。てかお風呂シーンはこのスバアニメ史上最大のサービスシーンだったな。けしからん。まあ高妻死んでる。間が長すぎて止まったかと思った。入れ替わってやりたい放題。最後殴られるのはドンマイだけど、ある意味自業自得。超面白かった。最高だった。カズマ死亡、コボルトに殺される、メグミンとダクネス大活躍、エリス様3期初登場、エリス様超可愛かった、怒ってるところ可愛すぎ、カズマとアイリスの体が入れ替わる、カズマの顔でメグミンを姉ちゃん、おかしい、邪悪な魔王軍の襲撃会のはずが、王女の体で好き放題の真に邪悪なカズマさんを目撃することになるとは、オチは想定内も、その勢いと切れ味含め、これぞ雑魚のスバ、な完璧な一話。あ、笑った笑った。再びアイリスタンのターン。アイリスタンとクズマさんが入れ替わるコメディシチュも、このスバらしい頭の悪さで見せてくれるのが最高ですね。それにしても3期始まってからここまで1回も外れ回がないの、さすがすぎるのです。カズマだタカノンとアイリスな福島純さんが最高。お風呂ムフフもいつぞやのお色気のように放送できない回になるのかとヒヤッとしたが、このスバ落ちでよかった笑い。でもこれ次回ダクネスの説教から始まるよね笑い。神回、繰り返す、神回を確認。開始3分41秒から4分1秒までの約20秒完全無音ってどういうこと。ネット回線が切れたかと思ったわ。うわ、おもろすぎる。予告のために安本さんや津田さん使う制作人マジで頭おかしい。入れ替わったアイリス、カズマの声アクアみたいになってたな。ゴアめっちゃ面白かった。クズマさん可愛くてくさ。入れ替わったカズマの声がぶりっこすぎてキモい。アイリス普段あんな口調で話してるのか。今回は気合入ってたな。エリスもメグミンもララティーナもみんな可愛かったわ。ララティーナさんは普段のクルセイダー姿のデバフがなければかなりいける。カズマさんが即落ち2個まで笑った。久しぶりな登場のエリス様があざとかったわ。アイリス中身がカズマになってもブサイクな変顔させないのは制作人のこだわりを感じる。クレアはミツルギが好きなのんけかと思ったらアイリスに発情してるし、理系なら男女関係ないのか。オートにゴロゴロいるはずのチート日本人っぽいやつあんまり見かけなかったな。まあミツルギも茶髪でパッと見じゃわからんしな。ミツルギ死刑になりそうでくさ。カズマが日本人で転生者ってことはメグミンダクネスは知ってるの？知らんよ。なんでカズマさんあそこまでミツルギ嫌っとるんや。強くてイケメンだからに決まってるやろ。まさか声優そのままで演技の方を変更するとは。しっかりしてるダクネスが軟化新鮮。アイリスの頭にブドウが謎すぎる。今回は入れ替わりで面白かったわ。ここまで性欲に忠実なナロー主人公は無職転生以来か。で隠れ屋と王女様が風呂のこと知ったら処刑されるだろう。どうすんだこのネタ。アニメでどうなるかと思ったけど2人とも完全に口調を変えてきたな。プロって本当にすごいわ。アイリスインカズマさん、カズマさんインアイリス、どっちも面白すぎて払いたい。アイキャッチで即死ゲーしたり、今のところ3期で一番面白いな。あの狙撃でアクアに当たった可能性あるけど、でアクアが死んだらもう生き返らないのでは。カズマさんの狙撃って幸運値ベースのスキルだから、雑魚相手だとまず外さないそうな。カズマコールガがリルコールに聞こえてくる不思議。クズマさんのロリ演技キモすぎる。こういうエロ界で作画理想スケチらないの素晴らしいな。いや、やっぱこのスバはバカバカしくて最高だね。面白かった。サービス界でもあったのかな。アクア、コボルトにやられたカズマさん、お帰りなさい。クソ、何か今回の作画が良すぎるというか普通すぎて、このスバ感がちょっと足りなかった。もうちょっと溶けてても良い。今回神すぎる。ダクネスとクレアさんエッチすぎてやばい。来週の回が楽しみ。この作品よく知らないんだが、
死んでも復活できて平気なわけ？それとも主人公のチート？死ぬ、アクアのリザレクション、生き返る、何の疑問もない。アクアが蘇生魔法を使える。アクアはカズマの所有武器だから。プリーストの魔法でリザレクションっていう蘇生魔法をアクアが使えるから復活できる。蘇生は一人一回までっていう展開規定を無視できる点はチートと言っていい。死体の損壊状況によっては蘇生できないので過信は禁物なんだが、アニメ版は骨からでも蘇生できるから死体を回収さえできれば OK な感じ。ガサツになったアイリス可愛い。中身カズマだけど。仮にも一国の王女の頭を撫でるのはアウトじゃないのだろうか。というかクレアがヤバいやつやった。というか何させてんだめぐみ。最後アイリスなカズマがぶん殴られてて可哀想すぎる。あれはカズマなカズマさんだから。つか喧嘩ふっかけたのがめぐみんアイリスで、カズマさんとバッチリで殴られただけだからもっとかわいそう。最後殴られてたカズマはアイリスかと思ったら、時間切れで戻ったオチだったのか、すれ見るまでわからなかった。冒険者の世界ですれたアイリスが出来上がるのかと思ったよ。今見たけど、なんつうか福島純ってすごいな。最後カズマに戻ったからいいようなものの、あのまま殴られてたらアイリスにトラウマができるところだったじゃないか。メグミン、そのあたりの常識はまだある方だと思ってたのに。このスバ世界の王族はめちゃ強なのが周知されてる。アイリスがカズマの肉体でどこまでやれるのかは未知数だけど、少なくともメグミンはあの程度の一般人相手には殴り勝てるステータスになってるから余計に立ちが悪い。あれって途中でカズマに戻ったからああなってたけど、中身アイリスの時は生きてたんだよね。知らんけど。アクアってソシャゲじゃ当たり前に攻撃能力持たされていて、本当は普通に何でもやれるんじゃねって思ってたけど、やっぱりアンデッドや悪魔芝生だけじゃなくてコボルトの群れを殴り倒すだけぐらいの格闘能力はあるのね。最初に知力と運以外は高いって言われてるから戦士としても優秀なはず。カズマがまともに倒せる魔王軍は魔王様だけ。最後入れ替わりが戻ったの？王女のまま殴られた方が面白かったのに。ちなみにどの辺がその描写なのだろうか。入れ替わってからずっとカズマ目線の話しかしていないし、一方その頃とかでアイリス目線に切り替えたのだとしたら、少なくともゴロツキを煽るとこから入るだろう。カズマの変顔で、うん？ってのも中身アイリスならちょっとないかなって反応だし、まあ。めぐみんお前なにや、ちょま、アキーとかの方が分かりやすいのは間違いない。今回楽しすぎる、こういうのでいいんだよ。ラストの3人組と揉めた理由は次回ちゃんとやってほしい。今回は3期で今までで一番面白い。2期のダクネスと入れ替わった時もクソ面白かったし、入れ替わりネタって神だな。戦闘シーン泣くシーンだぞ、映えよ。やっぱりクズマさんがちゃんとクズマさんしてると面白い。泣いたムキムキマッチョな喧嘩相手が小さい子みたいな雰囲気で可愛い。昔の消毒みたいに酒ぶっかけて蘇生するのよかった。以上、この素晴らしい世界に祝福を3第5話この箱入り王女に悪友をのネットの皆さんの反応でした。いきなりコボルドにやられちゃってるカズマさん、さすがでしたね。というかエリス様との対面シーン、皆さんも言ってましたが私も映像止まっちゃったかと勘違いしました。お城に戻ってアイリスと入れ替わり、そんなアイテムがあることが説明された時点で予想通りだったわけですが、カズマさんのクズっぷりが際立って実に良かったです。でラストのチンピラに殴られる時に戻るっていうオチも最高でしたね。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録をぜひ、よろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では、今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。